んでこんなパラパラしてんの雨なんでここに来たらさっきまで青空やったのに。続いて左方向です。おー、山彦ロード、これか。来た来た、ワンコ、ほら奥ながらキャンプ場&ワンコ。目的地に近づきました。案内を終了します。ここまでの所要時間は3時間22分です。運転お疲れ様でした。インスタート率が良くなりました。なるほどや。あ、ええとこやんか。めちゃめちゃええとこやん。 A の11、一番でかいところ借りたからな。ここや、この真正面。はあはあはあ、こんな感じなのね。ああ、なるほど。よいしょ。ダーッ、いった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 、来ました。これのために来てるんだからね。いいでしょう、あんたたち。めちゃめちゃいいでしょう。24時間ドッグラン、じゃあ48時間ドッグランですよ。さあ、今日はグランピング的なことをするので、荷物の量が半端やないからね、今日は。シュ、そこに設営していきたいと思います。多分このぐらいがベスト。このぐらい、ここじゃないと晴れへん、でかすぎて。6メーター、6メーターでしょ。すごいでかいぞ今日のテント。ノルディスクアスガルド 19.6。さあ頑張って下ろそう。すごい量やで。とりあえずフロアシート重いね。正面からだとこんな感じやと思う。多分ね、ここにまだ下ろしてこなあかんから。いやー、ペグの量が半端じゃないな、これめちゃくちゃいるやんけ。あ、でかいからいいけど、いやー、これ大変やわ。立ち上がるまで相当時間かかるわ。なかなか偉いな。ああ、でかっ。むっちゃむちゃでかいぞこれ。さあ、サイド張るか。
かれこれ7、50分格闘してるような気がする。しんどー。やっと きっちり晴れたかな。狭いねん空間が。もっと広いかなと思っとったら、いやー限界かなこれで。一応ピントは晴れた。あとは下の処理だけね。頑張ります。でかとりあえず晴れました。これで完璧。多分合ってると思うよ。こんな感じで。ちょ近すぎると映らへん。白熊くん、いやーまあ時間かかるわこりゃ。あっとっとっとよいしょ。はい、こんな感じかな。よいしょ。まだ何もできてへん。全部乗ったまんま。どんだけ時間かかんねん。これから内装していきたいと思います。ちょっとすみません、手持ちで申し訳ない。中の方に入っていきたいと思います。よいしょ。広めちゃめちゃ広いぞこれ。でもタケノコぐらい。いやーなかなか広いね。さあここをどういう風に設定しようか。まあ横が、ま、横の町がある分、ワンポールテントよりははるかに広く感じますね。全部とりあえず何個 1,2,3,4,5,6 面メッシュにはなるみたい。下の部分はね。はい、OK です。そしたらこれでやっていきたいと思います。 A フレームがねこんな感じ。そこにフレームが1本 A フレームっていうフレームが入ります。あ、ピンと張れてるよ。よし、それではマットが引けたので、かわいらしくなって、ベッドメイキングしていきたいと思います。よし、セーブ。気持ちいい。何これ、家よりよっぽどええわ。すっごい羽毛やねん。完成。こんな感じ。よいしょ。さあまだまだあるよ。グランピングって大変。
い、それではこっち側、あそこにポンタ持ってきたんで、キッチンスタジアムを作りたいと思います。キッチンそこじゃないとだってできないでしょ。完成しましたけど、この差は何、この差何なんこの差は。なんかこっちの方が私的にはすごいいいスペースだと思う。ちっちゃポンタやからな、2メーターちょいぐらいしかないでしょ。こんな感じで張ってますけど、あ、ここキッチンスタジアムえらい違いええね、私はこっちの方が絶対似合ってるって。すげえなこのテントまだ飾り付けとかあんねんで、西日もあそこやで、いつ終わんねん。犬は自由でいいかもしれへんけど、ああ遊んどる遊んどる、よし。完成。はあ、薪割りしよう。おお、いい感じ。うわあ、すごいなあのテント。一応ガーランドもつけたよ。ビスがど真ん中におるけどよし、こっちの方が私らしい、やっぱりこっちの方がいいこんな綺麗にしてキャンプなんかできるかいな。よいしょ、よいしょ。まあまあ綺麗に、男状態にしては綺麗じゃないこんな感じでございます。まあ、夜になったらもうちょっと綺麗くなるけどね、明かりが入るから。グランピングする人がこんなことせえへんやろだいたいセレブがやることやな私別にセレブじゃねえもんじゃあ、半だけやったら一束割ったら結構あるな。よし、これで今日はピコグリルでやるので、何食べよう段取りせんとあかんな。その前に台が半分だった全部割れた。もうまた台買わなあかんやんかって、もうある、うん、欲しいな台。また半分になっただんだんちっちゃくなるよね。なんか暴れてるあ、楽しそうやねなんか木をくわえてるビスが、それをなんか追っかけてんやろな多分楽しそう。これこそドッグラン、いいね、よかったね楽しそう。あかん、めっちゃ冷えてきたので着替え、もうこれにします。もうナイロンパンツが一番いいね。ものすごい寒い。火がかけたらすごいな。すっごい寒い。はい。
何も変わりません。いつものように、米を炊いていこうと思いますグランピングしてる人がこんなことしないと思うんですけどね。よし、いやこれが一番楽しいんだって。米水漬けしないとどうしようもならないんでやっていきたいと思います。今日はねアクアパッツァ、でっかいやろこのカニ、むっちゃでかくない？渡りと、めんどくさいからもう海鮮ミックス持ってきました。それと生ガキが2本、これだけあったら。それとトマトソース、ニンニクとオリーブオイル、これで OK です。はい、うまいこといこりました燃えるわ。よしよし、こんな感じでいけるんじゃないかな。やってることはいつもと一緒何も変われ。よいしょ、いいね、こっちの方がいいね、楽しいあ、これ少ないわ。あーもうちょいかな、もうちょい欲しいな。よいしょ、これは多いかな、ちょっと多いな。こんなもん、こんなもんやな。これで多分いけるはず。そしたら、あれ、まあいいか。よし、それではご飯の方炊きたいと思います。えい、こっちでいいか。ちょっと引っかかんねんそれ、熱っ。よし、やっぱりこのスタイルがいいよ、私は似合ってるあんまりおしゃれなことしたらなんか時間かかってしゃあないよ。オリーブオイルをダーッと入れる。もうちょい入れようか。いい感じに拭いてきましたよ。これマイク燃える。よっ、牡蠣山盛り入ります。18個ぐらいあるのかな。ちゃうわ、20個ぐらいあるの。よいしょ、おお、牡蠣、牡蠣入りました。いくよ、よいしょ、よし、味噌入っといてくれよ。めっちゃ入ってるわ、これはええわ。よし、入れるよ。こんなんやで、半分で逆光で分からへんかな。よし、入れるよ。よいしょ、トマト缶、よいしょ、見えるこれ、あ、見えたね。よし、はい、OK。美味しそう。さあ、それではできたと思うので食べていきたいと思います。ご飯がどうなってる、いくよ。ご飯蓋オープン。なーって見えへんのか。 こんな感じ、こんな感じ。綺麗に炊けてます。満杯やな、ちょっと多かったかな。うん、いけてる。いただきます。あ、うまい、やっぱりご飯は最高やね。
よし。カニはあと。ではいただきたいと思います。うまっ。柿もうまいわ。うん。まあいろんなスタイルがあっていいんじゃないかな。うわサボでも風吹いたらたまらんなこれ。はい、それでお湯が沸いたのでいいね。おお、あったかそう。ちょうどいいよ。あちゃ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 。よいしょ。こんな感じ？こんなんで焼けんのかな？火遠すぎねんなこれな。いつもいつもっていうか思うけど。これ火遠すぎんねん。置き火にしたらこれ焼ける？これでちょっとあったかいぐらい熱いぐらいやで。これで焼けんのかな？それでは食べたいと思います。うん、カリッカリになってる。火力あるね、おけびで。うん、おいしい。はい、焚き火も終了したのでもう息しろ。もう寒い。もうテント内入ろう。どうなってる？あいつら平気なんやな。全然爆睡してるもんな。信じられへんわ。よいしょ。ああこんな感じかな。はあ、よいしょ。これで一服かな。そうか、安全装置が働くのね。うわ気持ちよさそう。なんじゃこりゃ。うわあったけ。よいしょ。そうか、寝袋とはちょっと違うよね。うわめっちゃ快適。家の布団、布団家よりいいぞこれ。うわ気持ちいいわこれ。